トータルブランドのガソリンスタンドトタルエナジーズはフランスのバリキンコーラデファンスに本社を置く多国籍企業である国際石油資本でありスーパーメジャーの6社のうちの1社である石油科学の研究開発では世界屈指である世界42カ国以上で原油や天然ガスの採掘を行い世界30カ所の精油プラントで生成 50カ所に及ぶ生産拠点、150カ国以上に販売拠点を持ち、世界1万7000カ所のガソリンスタンドを展開している。商標は、トータル、エルフ。ユーロネクストパリ、ニューヨーク証券取引所上場企業。潤滑油の分野では、モータースポーツに進出している自動車企業へのサポートや技術コンタクトを行っている。このため、エルフ、トータル。 ペトロフィナ3社が合併する前のそれぞれのブランドは自動車メーカーの推奨燃料を、潤滑油の指定を受けていた。1924年にフランス石油会社として設立された。第2次世界大戦後から1970年代まで世界の石油の生産をほぼ独占状態に置いたセブンシスターズに次ぐ8番目のフランス石油 CFP として特に フランス語圏で大きな力を発揮した。1970年代あたりから、シトロエンのラリーカーを支援するようになった。1985年6月21日に、トタルフランス石油に改名した。この頃から全日本ツーリングカー選手権に参戦していた、カルソニックスカイラインや、F1 のウィリアムズ、ルノーのスポンサーを務めるようになった。 1991年6月26日に、トタルに、社名変更した。1999年に、ベルギーのペトロフィナの経営権を取得、統合し、トタルフィナとなった。2000年には、フランスのエルフアキテーヌを吸収した。統合当初の社名はトタルフィナエルフだったが、2003年に、社名をトタルに戻した。以後、 スマートグリッドへの投資を積極的に展開している。この間、1995年から、ジョーダングランプリのスポンサーとして、トタルが活動していた一方で、1997から2000年までエルフは、F1 での燃料供給はあったが、スポンサーロゴは出さなくなった。2001年のベネトンで、エルフロゴが復活。その間に、前述の社名変更があったが、 2008年までは、ルノーエンジンを使用するチームの燃料供給は、エルフ名義となっていた。そして、2009年からは、レッドブルレーシングのスポンサーを開始し、2010年から2013年まで4年連続で、チャンピオンを獲得した。ただし、2016年で同社の燃料を使用していた、チームが、他社のメーカーに切り替えたこともあり、同年をもって、 トタルの F1 の活動が終了する形となった。WRC においては、シトロエンとセバスチャン・ローブによって8年連続で世界タイトルを獲得。また、インターナショナルルマンカップでは、プジョー908にて2011年度のタイトルを獲得するなど、世界選手権の3大タイトルを獲得している。 再生可能エネルギー事業の関連では2011年4月、アメリカ合衆国の太陽光発電パネル事業者のサンパワーを買収、参加都市、2016年5月、フランスの電池メーカーのサフトを買収、同年6月、ベルギーの電力事業者ランピリスを買収した。2021年5月、 総合エネルギー企業として石油依存を脱却する姿勢を明確にするため社名をトタルエナジーズに変更した。日本ではエンジンオイルのメーカーとしてビジネス展開しているのが有名である。日本で販売される同社のオイルは基本的には海外の本社工場から輸入しているが需要の多い製品など一部日本国内でライセンス生産しているものもある。 エルフブランドのエンジンオイルの輸入代理店はユニコ、エルフジャパンと経て、現在はトタルルブリカンツジャパンに、トタルブランドは大森商事からトタルルブリカンツジャパンにフィナフィナは日本ではプレミアムブレンドとなっているために高価格設定を維持し、販売店も限定している。なおエルフのガソリン添加剤に関してはカーメイトの取り扱いとなっている。 トタルグループの化学部門は、アトフィナグループで、接着剤、樹脂、ゴム製品などの特性のある、ポリマー関連の基礎化学を専門にしている。グループ会社のアトテックでは電解メッキに使う、添加剤及び無電解メッキの薬液を研究開発しており、アジア圏内では最大シェアを誇る。エルフブランドのシューズは、広島火星、ジャケットよびグローブはフラッグシップが、 ライセンス生産にしている。ありがとうございます。